皆さんどうも、こんにちは。パピプペパルパル、どうもパルパルです。今回はですね、いつもと違って、とっても真面目なお話をする動画になります。特にいつもみたいに場面の切り替わりもなければ、特に効果音などもなく、淡々と私がお話しする動画になりますので、ちょっと退屈かもしれませんけど、最後まで聞いてみていただけると嬉しいです。今日の話というのはタイトルにもある通り、児童性被害のお話ですね。パッと言ってしまうと、私が子供の頃にそういった被害に遭ったということです。はい。で、なぜ今回それを動画にしようと思ったかっていうのはですね、理由が、まあ、主に2点かな、ありまして。で、まあ、1点目が、まあ、最近芸能人の方とか結構自殺されたりしていて、こうそういうね、自分でやっぱり死にたいとかっていうふうに思ってしまう時っていうのは、自分がすごく孤独で私だけっていうふうになっていたりするので、まあ私もね、すごくそういうことが、まあその事件のせいかわからないですけども、まあ、あるので、少しでもそういった方の、まあ、力にはなれないかもしれないですけど、少しでも気が和らぐといいなと思って撮りました。で、あともう一つは、動画を見てくださって、視聴者さんたちが、まあ、もうそろそろチャンネル登録者数5万人なんですけど、そのコメントとかでね、コメントとかちゃんと私読んでるんですけど、やっぱみんなその明るい私が好きだっていう風に言ってくれるんですね。で、それはすごくありがたいし、もう感謝してるんですけど、でもその、まあ、動画はやっぱりみんなに明るく見てもらいたいんで、明るい部分しか出さないようにしてるんですけど、やっぱりそのチャンネル登録者数が増えれば増えるほど、私の中でその現実の実際のこうやって事件にあったりして、まあいわゆるトラウマを抱えているっていう状況の自分との間にすごく乖離が発生していて、で、まあその明るい私も私なんですけど、でもやっぱりどこかでそれは私じゃないというか、私はそれだけではないというか、私という人間について私の中でちょっと矛盾してきてしまうところがあって、なので今回カメラの前で喋ってみようかなと思って撮っています。で、これから、被害の、その、あった時の状況とかも詳しく話すので、同じような似たようなことを、トラウマがある方は、もしかしたらそれがフラッシュバックするかもしれないので、辛かったらすぐ切ってください。で、そうですね、初めに言っとくと、そうやって、まあ、私が被害に遭ったのは小学生の時なんですけど、子供の頃に被害に遭って、誰にも言えずにとか、まあ、言えたとしてもですよ。悩んでずっと。で、まあ、それが原因だってわからないかもしれないけど、なんかこう生きづらいとか、っていうことがある方がいらっしゃると思うんですね。なので、まあ、そういう方も、まあ、助けというとおこがましいんですが、まあ、そういう方、にも少しでもこう何か届くといいなと思ってます。で、私のですね、被害の話なんですが、私がそういった被害に遭ったのは、小学校の4年生の時ですね。で、ちょっと本当あんまり泣きたくないんですけど、泣くつもりないんですけど、どうしても思い出すとこう来ちゃうんで、ちょっと泣きながらになっちゃうと思うんですけど話します。小学校4年生の夏休みの
入る日ですね。入る、その最後の投稿日に、事件がありました。で、まあどういう状況だったかっていうと、あ、そうだ。ちなみに、このことは私の両親は知りません。はい。初めて多分これを見て知ることになると思うので、まあ申し訳ないなと思うところもあります。はい。別に隠していたわけではないんですが、まあ当時の状況的に言える状況ではなかったので、家の中もぐちゃぐちゃだったし、もう虐待みたいな感じだったんで、どっちかって言ったら安心できる場所とかはなかったんですよね。なので、親は初めて多分これで知ります。で、その4年生の最後のその夏休み前の登校日に、引き出しを持って帰らなきゃいけなくてですね。で、その引き出し、で、その引き出しっていうのが結構小学校4年生の私に大きくて、私結構ちっちゃかったんですね。で、小学校4年生になって初めて体重が20キロぐらいになったっていうぐらい小さかったんで、結構その引き出しを持って帰るのが辛くて、横着をしてですね、みんな歩いて持って帰ってたんですけど、私は一回家に帰って、で、自転車を持ってって、それに乗せていこうと思って、で、そういう風に、こう、一回家に帰ったんですよ。で、ランドセル置いて、で、自転車を押して、学校行って、青い引き出しを持って、カゴに入れて、自転車を押して歩いて、いました。で、学校出たら、先生、女の先生二人上からバイバイってしてくれたんで、手振ってバイバイってして、で、学校からまあ100メートルぐらいかな、のところに公園があるんですけど、その公園の横の横断歩道。で、横断歩道って結構、そこの道は駅まで続く道とクロスしてるんで、結構、まあ、車通りもあるんですけど、で、横断歩道で信号待ちしてたら、知らない、多分20代ですね。で、私の中ではなぜか26、26ってすごい響いてるんだけど、なんでだかわかんないけど、でもとにかくそのぐらいの年代、20代、だと思います。で、の人に多分白い T シャツかなんか着てたと思うんだけど、声かけられて、ちょっといいみたいな感じで。で、もうすごい目が怖くて、もう、もうギョッとしてなんか、もうすごい怖いの、もうね、漫画太郎先生じゃないけど、もう本当に、もう、ガッて見開いてる感じも。でも私の方はもう、ちょっといいって止められただけなんだけど、もうなんか蛇に睨まれて石化するみたいなぐらいになっちゃうくらい、結構もう獲物を狙うみたいな、なってて、相手の人がね。で、警察だって言うんですよ。で、警察だって言ってんだけど、その当時の私、小学校4年生だったけど、なんかドラマか何かテレビで見て、警察手帳があるっていうことは知ってたんですよ。で、そういうのも別に見せてくることもなく、でもそれも言えることもなく、私から、警察手帳ないんですかとか。っていうこともなく、警察なんだけどって言って、ちょっと来てくれるみたいな感じで。よくある手段ですね。なんか監禁されてた女の子もね、そうやって、なんか家族がとかって言って連れて行かれたっていう。話でしたけど、まあそれで、来てって言うからついて行って、で横断歩道渡って、で横断歩道渡ったところに 3,4 階建てぐらいのビルというかあるんですね。でその横に、奥に砂利の駐車場があって、その奥にまた、ビルというか 3,4 階建ての建物があって、でそこのビルの次はもう道になってるんですけど、まず、その駐車場の奥のビルとビルの間に連れて行かれて、で、ちょっと目をつぶってくれと言われて、まあ目をつぶったんですよね。で、多分その犯人は考えてたんですよ、その間に。こう、道路があるから、道路ある
ってことは、ここでなんかしたら見られちゃうな、みたいなのを考えたのか、まあ、目を開いてくれと言って、ちょっと移動しようってなって、で、その砂利の駐車場の奥に、建物とその駐車場の間にすごい高い塀があったんですよ。でもすごい高い塀、ほんと高い。あのね、もう小学生一人じゃ絶対登れないレベルの高さで。で、その人もね、なんか自転車は多分ね、押してたんだよね。で、その人のなんか自転車を置いて、で、その人が自転車立って私を持ち上げて奥に入れて、壁のね。いや、その人はそれで登ってきて、みたいな感じだったかな。で、まあそれでまた降りたら、まあ目つぶってということで、まあ目をつぶるわけですよ。で、目つぶって、で、まあ向こうはなんか考えてて、で、目開いてって言って、で、その時お気に入りの白いタイツを履いてたんですけど、その白いタイツを、まあタイツ脱いで、脱がしてもいいみたいな感じかな。で、もう私は、もう、捉えられて何にも、もう反応できる状況じゃないんで、もううんとしか言えないんですよね。よくこのレイプとかされた方とかさ、に、セカンドレイプって言って、お前が逃げればとか、そんな服装がとか、いろいろ言いますけど、あれって本当に逃げられないんですよ。その場になると。なんでかっていうと、その死の危険性が迫ってるので、いくら大人の女性でも男性の方がやっぱ力が強いって分かってるんで、そうなると、ファイト、フライト、フリーズって言って、固まるか戦うか逃げるかみたいな選択肢しかないんですね。で、まあ逃げらんないですよね。子供だし。大人でも逃げらんないし。戦えないですよね、もちろん。相手の方が強いんだから。だから固まるしかないんですよ。で、基本固まる。固まって、全部言いなりになるっていう感じで。だから、よくニュースとかで、まだありますけど、その、ね、性的なことをしようと思って連れ去って殺しちゃったみたいな事件がよくありますけど、あれ見て、いつも思うのは、ああ、その子は、なんかちゃんとこう、犯人に対して抵抗しようと思ったんだなっていう。多分声上げたら、っていうか声上げないと、声を上げると殺されちゃうんですよ。多分。多分っていうか、基本殺される。だって声上げたら騒がれたくないから首絞めるしかないじゃないですか。で、その間に死んじゃうんで。だからすごい勇気のある子だったんだろうなと思って、そういうニュースを見ると、すごい悲しくなるんですけど。で、まあ、そうやってタイツを下ろされて、で、まあ、パンツも下ろしていいかと聞かれて、で、まあ、もう、うんとしか言えない。ほんと、うんとしか言えない。で、小学生ながらね、ここで叫んだら殺されると思ったんだよね。それは思ったの。で、まあ、降ろされて、で、まあ、四つん這いになってくれと、壁を向いて。で、向こうのが私のその性器を触るわけよね。で、気持ちいいかとか聞いてくるの。気持ちいいかってさ、いいわけないでしょ。意味がわかんない。小学校4年生だよ。頭がいかれてるよ、ほんと。もう、やばいよ。ほんとに。このね、日本って国はね、マジで性犯罪に甘すぎ。そう、まあそれは置いといて。で、まあそうやって、まあ触ってきて、そんな聞いてくるんだけど、その気持ちいいわけなくて、全然わかんないっつってて。でも私はね、その時どういう状況かっていうと、もう自分を上から俯瞰で見てるみたいな感じなんですよ。もう、その状況を上から見てるって感じなの。もう抜けてんだよね。もう完全に。で、まあ、結局、で、入らないっていうさ、まあ向こうは分かったんだろうね。その、入らないから、まあ自分のものを、こう、なんか向こう押し付けて、自分で触って、みたいな感じだったと思う。多分、だったと思う。その、
私、やっぱ子供だったんで、そういうことが、何を行われてるか全くわかんないし。で、まあそういう状況で、で、まあ向こうが出し終わって、で、まあ履いていいよみたいな感じで服を着て、で、なんか見てみたいな。ザーメンいっぱい出たみたいなこと言ってるんですよ。はみたいな。ていうか、小学生とかさ、知らねえしみたいな、そんな言葉。でもさ、もう意味がわかんないよね。何重にももう意味がわからない、本当に。今考えても。でも考えない方が、まあいいや。そう、で、記憶に残ってるのは、なんかすごいね、水たまりみたいな白いものが、でしゃーってね、あったな。あった。だから、精液ってそんな出るはずないから、なんかおしっこでもしたのかなんかわかんないけど、すごいなんか水溜りだったね、とにかく。のを覚えてるね。で、何これみたいな。なんか気持ち悪いと思ったのは覚えてる。で、まあ私は、それで暴れもせず、抵抗もしなかったので、そのまま、また抱え上げられて、向こうの自転車に降ろされて、降りて、で、まあこのことは誰にも言っちゃダメだよと。まあ大体、100% 言いますよね、犯人はね。で、まあ、行くわけですよね。家に戻るわけですよ。で、まあ家に戻って、で、向こうがね、その向こうの精液とかをなんか多分塗ってたんですよ。塗ったりしてたから、なんかちょっとね、ヒリヒリしそうで触ってたから、痛かったの。だからトイレですごい拭いて、で、そのタイツ脱いで、何が行われてるか分かんなかったけど、すっごいなんか汚れた感じがしたから、もうタイツはお気に入りだったけど、そっからもう履かなかったですね。で、それ脱いで、その日の記憶はもうそこまでしかない。うん。その後は分かんない。で、帰った時親は家にいなかったですね。もちろん、あの、働きに出てたんで。いなかったね。で、まあそこからずっと誰にも言うことなく、親にも言うことなく、まあごく一部の親しい人は本当に二人ぐらい知ってるのは、あとカウンセラーですね。ですね。で、まあ、すごくね、影響があるんですよ。自分では気づいてなかったんだけど、それがあって。その事件のことって、ずーっと頭の後ろの方に、ずーっとずーっとあるのね。もう。で、その私が後々こう、学んで知ったことなんだけど、そういう風な、こう、性犯罪とかっていうのに会うと、その、相手から恥をこう植え付けられるっていう構図になるんですよね。で、もうだからずーっとそれがあるからさ、ずーっと恥ずかしい人なわけよ。もうずーっと恥ずかしいし、自分のことは嫌いだし、なんか、とにかく、まあトラウマですよね。その、ずーっとその状態で、で、自分ではそれが影響してるっていう風に気がついてないんですよ。で、もうその事件から15年以上、もう以上、経って、やっとそのカウンセラーのところに行き始めて、やっと、ここ2年ぐらいで、こうやって気持ちを話せるようになったりとか、状況を話せるようになったりとか、しました。はい。で、本当に対人関係とかも全てにね、影響、してくるんですよ。そういうことって。まあその親のね、問題とかも大きいんですけど、やっぱりそのトラウマの問題っていうのは大きくて、ずーっと基本的に不安だし、やっぱ怖いんですよね、人が。とにかく。だから、こう、人の顔色を伺って、すごい顔を見て、言うことを聞いちゃうんですよ、基本的に。で、言うこと聞いてるとどうなるかっていうと、相手が上に、乗ってこようとするから、あの、相手の方が自己中なのに、お前は自己中で言うことを聞かないって言ってくるんだよ。
もうそういう状況がもう男の子でも女の子でももう何回あったことかっていうね。本当に。だから相手の理不尽な要求っていうのを断らないとまあそうなっていってしまうんですよね。で、私がこうやって話せるようになった理由のもう一つに、自助グループっていうのがありまして、で、自助グループっていうのは同じ、その最近アルコール中毒とかでちょっと注目されてますけど、同じようなことを経験した人たちが集まって、話をしていくっていうグループで、基本的には言いっぱなし、聞きっぱなしなので、言ってる時に誰も口を挟まないし、誰かが話してる時にも口を挟まない。うん。っていうことで、そうやって同じような痛みがある人たちが集まるんですけど、やっぱりそういうのものの存在も大きかったですね。うん。でもそれに、参加しだしたのも最近の話で、そのカウンセラーの方に、やっぱりトラウマのケアはちゃんとしておいた方がいいからって言って勧められて行ったんですけど、で、ちなみにトラウマなんてないっていうことをアドラー心理学かじってるみたいな方がもしかしたら言ってくるかもしれないんですけど、アドラー心理学は心理学じゃなくて哲学なので、トラウマはあります。はい。ちっちゃいことトラウマって言ってんならまだあれだけど、死に直面するようなことなんで、これはあります。はい。でですね。で、まあ、こういうこと発言するのを、まあ、やっぱり賛否あると思うんですよ。で、私もまあ、別に、言わなくていいんだったらっていうか、言わないでおきたいとも思ったんですけど、でもやっぱり表にこうやって出ていく以上、これ以上こう自分の中で乖離していってしまうと、もうとてつもないというか、こうまあ恐怖ですね、そのそこに対する、これ以上乖離したすることに対する、やっぱりずっとその起死燃料っていうのがあって、で、まあ、ずっと基本死にたいとか、どうやったら死ねるかとか考えてるんですけど、その、例えばね、電車のホームとか立った時に、これ今飛び込んだらどうなるかなとか、車交差点止まった時に、これ飛び込んだらどうなるかなとか、こう、そういうのを日々別に考えたいわけじゃないですけど、考えたりとかっていうのがずっとあったので、多分これ以上言わないで、この自分の中で乖離が大きくなってきたら、私死ぬなと思って。そうで、やっぱ最近その芸能人の方がね、よく亡くなられてますけど、まあ、私の、これは推測ですけど、あくまでも。やっぱ芸能人のね、方って子供の頃から可愛かったりとかするんで、そういうね、事件にあって、ないかといえば合ってる方いると思うんですよ。でもやっぱ言えないじゃない。イメージがあるから。YouTube はさ、こうやって自由に発言できるから、それがすごく素晴らしいところだと思うんですけど。だからそういう、そういった人のためにも、やっぱ言える場がある人が言った方がいいなと思ったんですよね。言っちゃいけないことじゃないんですよ。うん。例えばアメリカとかだと、レディー・ガガさんとか、ホールジーさんとかって歌手の方なんですけど、やっぱレイプとか、子供の頃の性的な虐待とかあってて、それ公表されてるんですね。で、やっぱ彼女たちも、その精神的にすごくダメージが、それで PTSD とかいろいろなったりして、双極性障害とか、なってるので、本当にダメージが大きいものなんですよ。だから自分の中でやっぱり留めて抱え込むっていうのは本当に辛いことなんで、
少しでも、そういう方が一人じゃないっていうことを、分かってくれたらというか知ってもらえたらいいなと思って撮りました。そのね、結局、まあ、こういうの公表することによってなんか批判されたりとかすることもあると思うんですけど、で前はだからそれがちょっと怖かったんですよね、結局。でなんで怖いかって言ったら、自分がやっぱり悪かったところがあると思ってるからなんですよ。罪悪感っていうのが植え付けられるんで、その犯人から自分も悪かったと思うことが多分あって、だからそういう批判されたら多分耐えられないだろうなって思ってたんですけど、ちょっと最近考えが変わってきて、いやいやと、そんなこんなね、人の弱みとかを表にさらけ出して話して、それをこう叩いてくるような人とかがの方が頭がおかしいじゃんと。まあそれ普通の考えなんですよ。普通の考えなんだけど、やっとそっちの方に、まあ、向けたというか、そういうふうに考えることができるようになってですね。で、まあこうやって公表しております。はい。で、多分その YouTuber さんの中でもあんまりいないんですよね。その性被害系の公表されてる方って多分。なんだ、うつ病とかパニック障害とかっていうのは見たことあるんですけど。あんまりすごい活動されてる方で公表されてる方ってそんなに多分いなかったので。まあチャンネル登録者数も5万人くらいにもうそろそろ行きそうなので、公表して、見ようというか、公表しないとなと思いました。はい。で、視聴者さんたちにはね、ちょっと驚かせてしまって申し訳ないんですけども、私は今日喋れてよかったと思ってるし、あと私がこうやって喋る場を、私に持たせてくれたのはやっぱり普段見てくださって応援してくれてる皆さんなので本当にありがとうございます。皆さんがいなかったら、やっぱり、こうやって私が喋る場もないわけで、いつもそのコメントは承認制なんで読んでるんですよ。なので、いつもこうね、応援してくれたり、いいねしてくれたりとか、してくれてる皆さんには本当に感謝してます。もう驚かせてしまったら申し訳ないんですけど。でもまあ、基本的には YouTube はみんなが楽しめるものをあげたいなと私は思っているので、これからはまたそうやってみんなが楽しめるような動画をあげていきたいなと思います。そうですね。
まあ最後に、そうやって一人で苦しくて辛くてこうもう明日行きたくないなとか、まあね、いじめでも何でも私もあったんで、そういういじめみたいのも悩んでいる皆さん、皆さんは悪くないし、悪くないし、一人じゃなくて、他にも、まあ、苦しんでる人もいれば、きっとね、あなたを応援してくれてる人もいます。なので、まあ、辛かったらね、その、傾聴ってすごくテクニックがいるので、あんまり誰か友達とかに話して軽くなるものではないと思うんですけど、まあ、お金が払えるのであれば、外国で勉強したことのある、あるいは今も外国にたびたび行って勉強している、あの、カウンセラーさんのところへ行かれるのがおすすめです。薬でね、精神科行って薬で治療しても、あんまり何もならないことが多いんで、私の経験上ですけど。なので、できるだけ、ケアをしていただいて、ね、あの、まあ、自分を大事にって言っても、私もね、ちょっと2年ぐらい前にそんなこと言われても、自分を大事にするって何みたいな。何の話って感じだったんで、分かってなかったんですけど、例えばなんか、あれみたいな。言われたことになんか違和感があるとか。そういうのって、やっぱ、サインなんですよね。だから、何か、あったら、ちょっとでも、感じたらそれを無視しないで、こう、自分の気持ちをキャッチしてもらって。すごいわかるんですけど、対人になると、そっちの相手ばっかり目がいっちゃって、自分の気持ちとか、こう心の動きとかを見れないっていうのは私がすごくそうだったし、今もそれはちょっと悩みというかあるので、大変だとは思うんですけど、まあ少しずつなんでしょうね、こう自分の方に目を向けられるようにしていっていただければなぁと思います。あとは自助グループとか、そういったものもありますので、今はインターネットがとても便利なので、検索すれば出てくるので、ぜひ、そういったところでつながってみてください。あの、本当に優しいので、同じことを経験された方っていうのは、どう辛いかっていうのがみんなわかってくれてるので、何も言わないで聞いてくれます。なんか、まあ命の電話とかね、最近あるけど、私は電話したことないんですけど、からどうかはわからないけど、まあ多分そういうところに電話するよりかは、まだ自助グループの方が話はしやすいかな、だろうなと思いますね。はい。ということで。もう辛かったんだけど、ずっと。まあでも、こうやって、みんなのおかげで、YouTube も続けてこられたから。まあ、生きててよかったなと思います。それでは、最後まで長い間ご視聴ありがとうございました。もしこれを見た方でなんか友達とかね悩んでそうな方とか例えばいたら、ちょっとなんかおせっかいかもしれないけどこの動画を送ってみるとかちょっとしてみてもらえたら嬉しいです。
はい。それでは今度こそ最後に。はい。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。